現在世界では少なくとも2400回以上の核実験が行われています。もしもある日、あなたが住んでいる町で核爆弾が落ちたらどうなるのでしょうか。どうもこんにちは、ルンです。今回はもし核爆発が起こった場合、どうすべきかについてお送りいたします。他にもどうすべきなのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では、行ってみましょう。ね、と、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。隠れる。核爆発が起きた時は、屋内にいた方がいいでしょう。核爆発が起きた場合、放射性物質は辺りに漂います。少なくとも爆発の中心地から20キロの地点までは危険です。また、放射性物質は風に乗って何百キロも移動する可能性もあります。少なくとも48時間は地下シェルターにいるべきです。しかし、現実には政治家や大富豪といったVIP な連中くらいしか入れません。しかし、諦めたら試合終了なので、頑丈な建物の中に避難しましょう。壁は重たくて密度が高いほどいいので、コンクリート製やレンガ製の建物が理想的。地下があれば超優良物件ですね。揃える。放射性物質の脅威は、最初の48時間で、その後は毒性を失っていきます。この間に食料を買いに外に出る必要がないよう、十分な備蓄を用意しておくことが必要です。例えば、清潔な水は一人につき1日約 3.8 リットル必要となるでしょう。バッテリーで動くラジオがあると情報を仕入れるのに便利です。懐中電灯や避難するときに頼りになる地図やコンパスも必要になります。離れた場所にいる人に居場所を伝えるために笛があると重宝するかもしれません。救急箱や医療に関する本、必要な処方薬を備えておくのがより計画的です。もし避難場所にこれらが揃っているならば、当面は何とか過ごすことができます。その場所に留まってアニメのブルーレイをまとめてみてもいいでしょう。また、放射性物質は夜には減衰するため、どうしても出歩く場合は夜をおすすめします。指を立てる。核爆発が起こると熱はおよそ30万度まで上がります。中心部はほとんど全てのものが完全に破壊されるでしょう。爆撃地から数キロの場所にいたとすると放射能を浴びている可能性が高いです。したがってまずはあなたにとってどの程度危険なのかを知る必要があります。ここで親指ルールが使えます。やることはとても簡単。爆発のキノコ雲が見える場所に立ち、腕を伸ばして親指を立ててください。片目を閉じて親指の大きさとキノコ雲の大きさを比べてみましょう。もしキノコ雲が親指よりも大きい場合、あなたがいるのは放射能の汚染エリアです。15分以内に避難した方が良いでしょう。キノコ雲が親指よりも小さい場合、基本的にそこは安全地帯です。とはいえ、可能ならばキノコ雲から遠ざかった方がいいでしょう。脱ぐ。避難場所を確保したら、まずは自分自身を清潔にする必要があります。これは放射性物質に汚染された場合、急性の細胞破壊などに苦しむため、あなたは服を脱いだ後、プラスチック袋に入れて縛り、できる限り遠くに置きましょう。その後、多量の水と石鹸で体を流し、鼻をかみ、耳の後ろもきちんと洗うこと。体についた放射能物質の除去を怠ると、最大1ヶ月後に死ぬ可能性もあるのです。やっぱり隠れる。戦争が起こってしまった場合、核爆発は一度だけとは限りません。次の核爆発が起こるかどうかを見極める必要があります。シェルターから物資を持って移動する準備をしておきましょう。基本的には人が多く集まっている町から離れた方が安全です。しかし、郊外の軍事施設は次の目標になる可能性が高いです。
おそらく世界は石器時代のような状況に逆戻りすると考えられます。深い地下につながる洞窟に向かうのが一番の生存方法と言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。